瀬戸さん。うん。お疲れちゃん。お疲れです。瀬戸さん、YouTube 始めたんですよ。うん、始めたよ。YouTube の勉強とかしてるんですか？まあ、それはね、多少は、その、自分がやるこの仕事の勉強っていうのは、多少なりともしなきゃなっていうのは、このくらいは自負してるから。瀬戸さん、全然知らないじゃないですか、YouTube のこと。いや、まあまあ、もちろん、最初はね、最初は全然知らなかったけど、やっぱまあ、結構俺、勉強家だから。うん、じゃあ、YouTube に対しての質問するんで、答えてもらっていいですか？問題ってこと？問題です、問題です。問題クイズみたいな。クイズみたいな。共有だね。余裕ですか？早押しで全部答えちゃう。問題全部言う前に答えちゃう。あ、わかりました。うん。やろうよ。やります。早速やろう。お願いします。むずいな、これ。じゃあ、木戸さん、問題出すんで、答えてもらってください。あ、なに、これ、なに、これで？これに書いて。YouTube に関する問題？そういうことです。YouTube を運営してるのは Google だとか、そういうこと？それよりはちょっとむずい。OK、いい。余裕かな？じゃあ、いきます。うん。第1問。はいはいはい。一切ないのフレーズで有名な、最近勢い上昇中の男性5人メンバーのグループの名前は何でしょう？ん？一切ない一切ない一切ない、一切ないって言ってなんか乾杯みたいな。ああ、そうです。一切ないって言って乾杯をする5人グループでしょ。5人グループ簡単かな。一切ないでしょ。そうそう、 OK です。はい、どうぞ。すまん。ちょっと待って、全然わかんない。何それ。コムドットです。コムドット、コムドットです。ドットコムじゃなくて。いやいや、コムドット。コムドット。やばいっすよ、これを知らなかったら。一切知らない。有名なの？有名です。マジでわからん。100万人超えてます。100万人超えてる。確か100万人知ってることは俺知らないの？知らないです。マジで。木戸さんより有名っす。木戸さんそんな有名じゃないもん。知る人ぞ知る。で、1問目×か。×です。2問目いきます。大阪府岸和田市に在住で、メンバーの私物や家を破壊するなどの過激なドッキリで有名な YouTuber は誰でしょう？もう一回問題。過激なドッキリで有名な YouTuber。 やばい。岸和田。まあまあ、でもまあこれはこれかな。じゃあいきますか。はい。だんじりを。岸和田しかかすってない。ほんと有名なの？めっちゃ有名っすよ。答えは何？ガードマンです。ガードマン聞いたこともないですか？え、こう駐車場で出てくると続いちゃいます。マジで知らないわ。うわ、ちょっとガードマンにも申し訳ないわ。本当にもうマジで YouTube を見て育ってないからさ。俺が小学校の時にだってインターネットがなかったんだから。鼻で笑うのよ。俺が中学生の時にやっと Windows っていうものが世の中に出たんだから。はい。はい。はい、3問目いきます。行きましょう。最近開設された K1 レジェンド2人、武蔵選手と正人選手が運営してる YouTube のチャンネル名は？はい。いいですか？ムサマサ。正解です。これはね、これはね、申し訳ない。これはね、知ってますよ。パイセンですからね、両方とも。これはね、ちょっとさすがに知ってます。ちなみに動画を見ましたか？はい？ちなみに動画を見ましたか？ムサマサに動画あるの？ありません。あんの？あ、それ言ってくんないと。もう帰ってすぐ見る。はい、4問目です。4問目、よしよし。格闘家で、最も人気の YouTuber であり、かつて路上の伝説と呼ばれた登録者数170万人超えの YouTuber といえば？ああ、なるほどね。はいはいはい、 OK。 はい、いきます。朝倉未来選手。正解です。これはね、さすがに知ってるわ。さすがに知ってます。これになると、これもう YouTube 問題というか、もう格闘家問題でしょ。まあ確かに確かに。俺ね、でも会ったことないのよ。
てかまあ、団体違うし。まあ確かに。てか競技違うし。よく考えたら。普通に違う。そうそう。サッカー選手と野球選手ぐらい違うし。違うですね。そんなに違わない。そんなに違わない。フットサルかサッカーぐらい。そう、フットサルサッカーぐらい。思い、それ俺が言ったことにしていい？フットサルとサッカーぐらい。取られた!5 問目いきます。いろいろもうどんどんちょうだい。マリナ、アリシャン、サオリンの3名で構成されている登録者数100万人超えの女の子3人組の YouTuber といえば、え、今女の子なの ?4 人もなかった？いや、3人。ごめん。マリナ、アリシャン、サオリンの3人。マリナ、アリシャン、サオリン。サオリン。あ、あれか。うん、これも簡単。パフュームって。チョコレートディスコ。チョコレートディスコ。じゃない。違います。正解は、ヘラヘラ三重師。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 そうです。え、だって俺耳に入ったことがないよ。ヘラヘラ三重師。耳閉じてんじゃねえ。本当に？本当。全然知らないんだね、俺。第6問。はい。もう 6?6 か。近年 YouTube で大人気のジャンル、Vlog とはどんなものか説明してください。固まっちゃう。あ、ジャンルの Vlog ね。そうそうそう。YouTuber の Vlog じゃなくて。YouTube で大人気のジャンル。長いっすね。めっちゃ悩んでます。めっちゃ長いっす。なんか。はい。Vlog とはどんなものか説明してください。あの、Vlog でしょ？ Vlog です。あの、この。これで、みんなこの格好で撮る。バッV をハイレグで撮るから Vlog。 いや俺は好きなんでそれ採用でそっちが正解でいい。これがちょうど Vlog の部分。Vlog のちょうど Vlog の部分。俺は好きそれめっちゃ。え、何？ビデオブログ。ビデオブログ、あー、 VTR で残すブログ。そういうことです。すなわちこれですか？すなわち違います。まあでもこれで Vlog も撮れるってことですよね。だからハイレグで Vlog も撮れるわけですもんね。だから一応そうですね。まあ大枠正解ということで。うん、三角にしときます。三角くれんの。長かったな。割とちゃんとしかもうまいし、うまいし。うわー、マジか、全然終わってきた。今何問？今6問終わりました。6問中2問しか正解してない。格闘技のことしか答えてないじゃん。格闘技バカみたいになってんじゃん。7問目いきます。DJ 社長のカリスマ性と過激な企画の内容で大人気を博したレペゼン地球、2020年に名前を変えて復活を遂げました。はい。その新たなグループ名は？え？レペゼン地球ってなくなったの？なくなって名前が変わったんですよ。本当です。DJ 社長とか？そう。あれが変わったんです。これこの間一緒に飲んだよ。その時に何も言ってなかったよ。あのゴキブリ食う前。ああもうその時変わってるっす。変わってんの？うん、もう変わってる。言ってよ。言ってよ。レペゼン地球ないんだ。ないです。レペゼン地球。あ、でもこれはわかるかな。俺この間一緒バー一緒だったんだけど。その時に言ってたもん。いいですか？うん。正解。次行きます。はい。どうぞ。プレゼン式。DJ 社長に言ってんのよ、これ。至急プレゼンしてください。変えた名前を俺に大至急プレゼンしてください。ダメダメじゃないですか。すごい。プレゼン式、ちょっと大至急お願いします。ちょっとわからない。キャンディーフォックス。キャンディーフォックス。これ？あ、そうですそうです。随分可愛いの言ったね。へぇー、全く早く言ってくれればいいのに。大至急大至急プレゼン至急。じゃあ第8問。劇場版ワンピーススタンダードに出演した YouTuber のグループ名は？劇場版スタンワンピースワンピーススタンピードに出演した YouTuber の名前。え、ワンピースに何 YouTuber が出演したの？マジで？もう YouTube ってそんなのあったの？もうそのレベルです。マジで？うわ、すごくない？結構有名ですね、普通に。わかりました。まあでもこれはこの人たちだったら絶対
出ててもおかしくないかな。ワンピースに出たよ。ワンピースに出た。うん、これかな。怒られる。YouTuber でしょ今、まあ、まあ出てそうです。強そう。強い、リアル強いからねこの2人は。リアル強いからね。正解はいいです。うん、正解はない。フィッシャーズです。聞いたことある、フィッシャーズ。お、聞いたことある。聞いたことある、フィッシャーズって聞いたことある。フィッシャーズ。俺バラエティ、テレビバラエティめちゃくちゃ見るじゃん。テレビにも出てるからね。だから知ってんだよ。テレビに出てる YouTuber 知ってるのよ。あ、そんなどやれるほどのことじゃないですよ。知ってただけだ。知ってんだよ。テレビに出てる YouTuber と格闘家の YouTuber 知ってんだよ。なるほどね。はいはい、バズです。9問目。大人気 YouTuber ヒカル、ヒカルが有名になるきっかけとなった動画の企画は、〇〇で〇〇を、〇〇をした企画です。何でしょう。何々で何々をした。そう。何々で何々をした企画がバズったんです。何々で何々をした企画がバズったんですね。そうです。何々で何々をした。これはね、割と簡単かな。割と簡単ですか。へぇ、僕結構スラスラ書いてます。うん。〇〇で〇〇をした企画。その企画はどんな企画でしょう。これでもう、バンバズったってことでしょ。まあ、まあ、まあこれかな。俺も多分これ見たことあるし。湯豆腐。全然知らない。何それ。もうかすりもしてない。かすりもしてない。かすりもしてない。何、答えは何。お祭りのくじで当たりが入ってるか入ってないかを検証した動画なん。あー、それなんかニュースかなんか見たかもしれない。テレビでも結構結構。ああ、それは見たわ。だからこれもニュースで見たんだ。いや、見てない。やってない。これニュースで見てない。やってない。完全にでもこれ大喜利になってるから結構ドキドキしてるね。10問目いきます。魚のさばき方や魚を使った料理を紹介することで大人気の YouTuber 気まぐれクックさんがビールを出す時のおなじみのセリフをは何でしょう。魚をいじってんの、もうフィッシャーズじゃない。フィッシャーズ、魚いじんない。魚いじんない。魚いじんない。フィッシャーズなのに。なのにいじんない。マジで。ビールを出す時に言うセリフがあるんです、うん、ビールをガンと出す時に、あの気まぐれクックさん。けどそれも知らないですか。本当に知らない。400万人超えてます。マジ。え、日本の人口の30人に1人は知ってるってことですね。そこの計算は早いです。そこの計算。さすが先生。割と頭はいいんで。さすが先生。マジ。どうしようか。はい、まあ、これダンと置いただけない。じゃあ俺がそれをやればいいんでしょ。やるやる。オッケー、そうです。気まぐれクックさんがビールを出す時のおなじみのセリフは何でしょう。気まぐれクックさんね。ビールダンと出すけど、オッケー。コーラだぜ。違うか。全く知らない。1ミリも知らん。何、答えは。銀色のやつ。銀色のやつ。そうです。スーパードライって銀色じゃないですか。うん、銀色のやつ。銀色のやつってビロ君。銀色のやつ。違うか。うわ。次行きましょう。次11問目です。人気 YouTuberケミオの人気曲、どこまで行っても渋谷は〇〇の〇〇、〇〇に当てはまる言葉は。ケミオわかります。ケミオ。もうケミオ有名。有名っすよ。え、あのさ、俺の時代ね、ケミストリーさんの川端さんのサングラスをこうこうやってつけてたんだよ。サングラスをこうやってつけた。で、ここにサングラスつけてる人のことをケミオって言われて。違いますね。それじゃないんだ。違います。ジェネギャ。どこまで行っても渋谷は〇〇の〇〇。メロディーラインは分かります。どこまで行っても渋谷はの、あ、どこまで行っても渋谷は〇〇の〇〇。そんな感じ、そんな感じ。ああ、なるほどなるほど。どこまで行っても渋谷は〇〇の〇〇。まあ、そんな感じで。出てこないですよ、そんなことやっても。いいですか。どこまで行っても渋谷は〇〇の〇〇、〇〇に当てはまる言葉は。どこまで行っても渋谷はラビの向かいにドンキ。
ニュアンス的には間違ってはないです。あ、本当？近い？遠いっす。でも遠いんかい。全然遠いけど、まあ、まあ、渋谷のラビの向かいにドンキあるし。ラビの前にドンキでしょ。もう三角っすねそれ。全然わからん。何？渋谷は日本の東京です。日本の東京。渋谷は日本の東京。あ、ただそれだけです。は？それがもうバズっちゃうんですよ。人気企画なの。どこへまで行っても渋谷は日本の東京。そうそうそう、日本の東京みたいな。そうそうそう。考えたっすねそれ。わかんない、全然わかんない。これ今聞いたじゃん問題全部。これ本当俺あの大喜利をやってる感じじゃん。ちょっと震えたからね。ちゃんと大喜利頑張んなきゃと思って震えたから。マジか、全然知らないね俺。やばいっすよ。ちょ、勉強しなきゃ。2問しか合ってないっす。2問しか合ってない。しかも朝倉未来とムサマサしか言ってない。ムサマサ2回出しました。ムサマサ2回。ムサマサの問題2回も出すなよ。出してないっす。これ初級編。初級です。まあ、知ってて当たり前で。マジで。これ灘高受験ぐらい難しいぜ。ごめんなさい、なんだか分かんないか。どうですか。東大ぐらい難しいわこれ。あ、マジでむずい。いやいや、簡単っすよ。次はしっかり勉強してきてもらって。おうちに帰ったら YouTube の勉強。全然音程違う。全然違う。難しい。全然違うで。いや、もうちょっと次は OKOK。じゃあ OK。これからちょっと YouTube これから俺頑張っていくから、はい、その時はやっぱ見るじゃん、いっぱい。これからちょっと見てるから、今までちょっと本当テレビバラエティしか見てこなかった。もうちょっとこれからちょっとちゃんと見よう。ちゃんと見てくる。ちゃんと見るわ。はい。ちょっと勉強しよう。ラビの向かいにドンキ。これで曲作ろうぜ。俺がちょっとね、トップ YouTuber になったらこれで曲作ろう。ラビの向かいにドンキ。ラビの向かいにドンキ。ドンキドンキドンキ。絶対それだけはバズんない。バズってよ。OK。でもちょっと次またちょっとお願いします。また次お願いします。ちょっとまた次頑張るんで、俺のちょっと成長をちょっと皆さん見といてください。これからちょっともうすごい、もうピボーンってちょっと行くんで、ちょっとめっちゃ勉強するんだ。すみません、お願いします。これから頑張りますんで、よろしくお願いします。というわけで第1回 YouTube クイズでした。ありがとうございます。ありがとうございます。また頑張ります。